自動化ツールって何かわかる？最近なんかビジネスセミナー系で流行ってるんで、調べてても出てこない。そう、なんか自動化。私がさ、自分ビジネスオンラインセミナーのさ、告知するから、なんか広告、Facebook とかの広告がなんかビジネス系の セミナーになって。ステップメールとはメールマーケティングの手法の一つです。仕組みを作ってあげると申し込みまで一気にできる。すげえ、私さ、すごい、なんか全部手動でやってんの。自動化、そうだ、ヤギサヤビジネス論的に、自動化って何だろうって、置き換えたら何だろうって考えたんですよ。自分ビジネスが成功への自動化ツールっていうコメントあるんですけど、いや、そう考えたんですよ。もっと効率いい方法あるのにって思って。で、この前さ、ブログで、ネットの中にもう一人の自分を作る。本気でさ、自己表現していたら、ネットの中にも、マジな自分ができるわけですよ。本物の自分ができるわけですよ。それって24時間営業だし、世界中どこにでも飛び回れるわけですよ。ネットの中に意識を持った人格を作るっていうのが、自分ビジネスなんですけど、よっぽど、動いてくれる。自動化。で、今日出版のね、取材の日だったんです。昨日、今日、明日ってやってるんですけど、まあ、話題になったんですけど、引きこもってて、どうやって恋愛するのっていう話なんですけど、もうネット上には私がいるので、四季市春とか八木さやがいるので、勝手に探してきてくれるんですよ。引きこもってんのに。本人は引きこもってんのに。でもなんか、ほぼ一本釣りなわけですよ。本気で私アバター作ってることになるから、本気の運命の人を探して出会うようにしてくれるんですよ。で、その人が、なんか集客してきてくれるっていうか、引っかかる人を、なんか探してきてくれるって、超便利じゃない。そう、八木さや流自動化です。これなんか実験としてやってみてください。ブログセラピーもさ、やっぱ、私はやっぱ名前も出した方がいいし、顔も出した方がいいよって思うんですよ。より輪郭がはっきりする、本人が、ネットの中にいるんで。で、やっぱ自分を表現するときって自分と深くつながらなきゃいけないんですよ。そうすると自分が持ってる人脈の源泉に触れるわけですよ。だからね、やっぱ人脈は探しに行かなくていいって私は思ってますけど、それはなぜかって言ったら、自分と深くつながることで、で、それをさらに表現することで、ネット上にもう一人の自分を作って、その人が人脈を広げてくれるっていうのが、もう、7年、8年活動してきて出た結果ですね。あれ、そういえば、やっぱ恋愛、パートナー探しって、ネットだったなと思って。でしょ、確かに見てる側からしたら嘘ついてない人についていきたいもんなっていうコメントありますけど、そうなんですよ。だからさ、これ今、自分ビジネスオンラインセミナーのさ、オンライン配信やってるけどさ、やっぱ映像ってさ、エネルギー乗っかってると思ってさ、バイブレーションっていうの。私、生身のバイブレーションちゃんと乗っかってるなと思って。ね、売り手の熱量めっちゃ感じたいっていうコメントありますけど、私もそれなんですよ。よりエネルギーを感じる商品を体に入れたいし、体に触れさせたいなって思うから、やっぱ顔が見える人から買いたいんです。で、これ自動化ツールってすごい目隠し状態だなと思って、顔を隠してる状態だなと思って。で、今さ、この配信聞いてる人で結構ビジネスに詳しい人とかいる？なんか、リストってわかる？顧客リスト、あ、そう、顧客リスト、それ。だからリピーター狙いってことでしょ、結局。これさ、いつから私、顧客リストいらない、マインドになったのかって、風俗やってる時なんですよ。だいたいさ、風俗の時にさ、やっぱり、
いい風俗嬢って、そのやっぱ、ナンバー入りすることじゃないですか。ナンバーワンってことは指名数じゃないですか。でさ、まあ私も頑張ろうと思って、顧客リストとか作って、特徴を書いて、次来た時に覚えられるようにしようと思ったんですよ。覚えてるようにしようと思ったんですけど、めんどくさかったんですよ。で、いや、これさ、自分の楽を選んだらですよ、毎回新規のお客さんがいいなと思ったんです。だから、なんか接客もすごい手軽になったんです。手軽っていうか、楽になったんですよ。次来てもらえるようにとかっていう意識でやると、全然仕事楽しくなくて、はい、一回ポッキリで終了みたいな感じで、仕事していたらですね、結局、ずっと埋まってんですよ、私。予約じゃなくて、こう、新規のお客さんでずっと埋まってんですよ。現象としてね。で、それでいいじゃんと思ったの。で、たまに、まあ、機嫌いいと、チップもらえたりするから、なんかそれだと、指名料賄えるんですよね。指名料って、まあ、2000円とか3000円とかですけど、なんかそんなちまちまね、指名料で稼ぐぐらいだったら、たまにチップドカンともらった方がいいやと思って、全然こう、リピーター商法やらなかったんですよ。それが結局今にまで続いてってですね、毎回こう売り出すものが、新しいものなわけじゃん。リピーターさん、前に私の商品を買ってくれた人に届けとか全然思ってないです。リスト、私の場合リスト何なんだろうと思ったら、フォロワーなのかなって思って。だから、なんかね、リストっていうものがなくなっちゃうと、すごく致命的なんですって。ビジネス界隈において。別にね、ブログが消えても、ブログが消えて、また新しいブログ立ち上げても、みんな探すんですよね。ヤギサヤを。だから、子宮院長春のブログ消してヤギサヤに移った時っていうのは、数変わんなかったんですよ。なんかあった時の連絡先としてもらうだけ。メールアドレスダメだったら、電話で、電話番号で、みたいな。そう。連絡先。なんかさ、古いっていうか昭和っていうかさ、連絡手段なんですよ。私ほんとね、電話使わないんで、なるべくこうなんかあった時に、メールアドレスで対応したい人なんですよね。リピーターの中には依存度の強い人もいるから注意しているっていうコメントありますけど、まあまあそうだね。うん。でも依存する人がいたら、ほっといていいと思うよ。そこに構うからめんどくさいっていうのがあると思うんですけど、うん。私もね、なんかタロットカード占い師にすごい依存した時あったんですよ。だけど結局うつ治ったんで喋ってたら。もうなんか相手には本当申し訳ないと思いつつ依存させて、今だけ依存させてみたいな感じで、治すからみたいな、治るからみたいな感じでやってたら、本当に治ったうつ病が。私タロットカードでうつ病治したんですよ。でさ、昨日私怒ったじゃない。無料で見るんだったらみんなって、ブログみんなみたいな、SNS みんなみたいな感じで言ったんですけど、なんか、それで読者が200人ぐらい減ったかな、確認したんですよ。そういえば200人か100人は減ったんですよ。マジでいるんだと思ってびっくりしたのね。なんか自分の興味あるものだけフォローしていく、だけど別に買うわけじゃないってさ、なんかさ、ゴミ屋敷と一緒じゃんと思ったんですよ。読んでちょっと気分良くなって、はい終了みたいな、なんか性欲処理に使うみたいな感じよ。ちょっとだからお掃除できました、エネルギー的に。いや、ゴミ屋敷でしょ。なんか、あ、面白い人がいるな、ピッ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 ってなんか自分でこうメモをしていくっていうだけの行為で、自分は別に何か行動するわけでもなく、何か新しいことをね、するわけでもなく、ただこう、面白いなっていう人を読んでいるだけっていう。ね、確かにケチな客帰れって思うっていうコメントありますけど。ああ、いるね、わかる。来ないくせに SNS だけで絡んでくる人嫌だったっていうコメントありますけど、いるね、いるいるいる。ただ絡みたいだけっていう。
てか私はもうなんかいつからだか SNS についてコメントの返信しないですよ。メッセージ来ても返信しない。スタンプ以降ぐらい返す。今から DVD 貸してって言われる。絶対貸さないってコメント。やだよね。そうなんかね、そういうのやっぱいけないって思っちゃうかもしんないけど、人が買ったものをなんでタダで借りようとするんだろうって思うんですよ。自分からシェア会しますよ、参加費いくらですよってやるのは一番楽ですけど、なんで買ってもない人が貸してタダで貸してって言うんだろうって。そういう人とは本当に縁切った方がいいか、あの言った方がいいです、お金払ってって。私は本当にね、こうあの何か物事を選択するときとか人との縁を自分から切るときっていうのは、なんか清潔か不潔かで決めるんですよね。自分の心が清潔か自分の心が不潔かで何を感じたかで、ね、ビジネスとか始めちゃうとやっぱりこう人間関係がね要になってくるじゃないですか。人脈は金脈っていうほどですから、人の数がお金になるよって分かるんですけど、でもどういう人を集めたいの、どういう人がお客さんになってほしいのって考えた時に、人数じゃないよねみたいな。人数いればいいとかも嫌だよ。だって本人、私が広告塔なんだもん。なんかそこに集う人がなんかぐちゃぐちゃしてたらすごい嫌だなと思って、やっぱりなんかこう志の高い人っていうのかな、志が高いってその概念はなんか高い目標がある人っていうわけじゃなくて、私にとっての志が高い人っていうのはもうなんか、まあ、自分ビジネスの定義でもあるように、こ体を楽にしようとしている人、正確に楽になりたいって思ってる人が私志が高い人だと思ってるんです。心を楽にじゃなくて体を楽にしよう、楽にしようって思ってる人が志が高い人だと思ってるんですよ。体を楽にしようとする選択が一番難しいっていうのが分かったんですよ。どんなにすごい人が、どんなに自分が頑張ったみたいなアピールしたとしても、やっぱりその人が心が、体が楽になって、で、そこから心が楽になって、笑顔がある人じゃないと、やっぱ全然尊敬できないんですよ。いるじゃん、自分頑張ってきたんだから部下にも頑張らせるみたいな、休ませないみたいな人いるじゃん、なんかうえーってなる。自分の頑張りを他人に押し付けるなよって、結局自分の頑張りを認めてっていう赤ちゃんじゃんと思って、ね、自分ビジネスは死ぬためにやりますよ。体を楽にして、死ぬ時にね、死んだ後の世界を想像しながら自分ビジネスを構築していく、まあ、構築していくっていう言葉自体がおかしいんですけど、勝手に構築されていくんですよ。体が楽なようにっていう計算をね、体が勝手にしてくれるんで、次何しよう次何しようっていうのはどん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 体が教えてくれるんです。だってさ、この地球のさ、目的って多分子孫繁栄なんですよ。で、子孫繁栄するにはなんかね、健康な体がなきゃいけないでしょ。私、こう、外注スタッフさんいますけど、だから休むことをものすごく徹底してる。なんかあったら私のこと心配しないで、その、もう自分の体のために休むっていうことをしてっていうのを最初すごい徹底するんですよ。で、時間、出勤時間とか守らないでって。で、うちに来るだけでやっぱり多少なりとも時間の制限ってあるわけですよ。何時頃までに出勤みたいな。だけどなんか本当に守んなくていいからっていうのを言っても言ってもやっぱりですね、その人のマインドは、スタッフのマインドはなんか時間守らなきゃ守らなきゃになるんですよ。面白いなと思って、自由にしていいよって言っても自由にできないっていう現象が起きてですね。ここはもうゆっくり付き合うしかない。私も経験してるんですよ。定時でいつも起きてた人で、小学生からも定時で起きて学校行くじゃないですか。で、小中高、私は専門学校行って、まあ、ちょっと、社会人もやってってなって、そんなね、何十年、もう20年以上ですよ。20年。以上ですよね、普通の人。20年以上もね、目覚まし時計で起きている習慣ある人が、その、
自分の時間だけで起きたり寝たりする本当に自由な世界を体現するまでに短くて3年かかるんですよ。時間の呪縛を体から解くまでに、体から全部出すまでに3年はかかるんですよ。すごいんですよ、この細胞に染み付いた制限の力っていうのは。いい、悪い意味での力ですよ。抑圧力ですよ。全然解き放たれないんですよ。